さあ、それでは今日のゲームハイライトです。今日は試合前から強風15メートルを超える風、そして雨の中のゲーム。しかし涌井と石川の先発、この2人はこの ZOZO マリンでの経験が豊富です。その立ち上がり、マーティン浮き上がるストレートに三振、安田も直球見逃す三振と、非常にこのストレートの質が良かった立ち上がりの涌井。2回の石川投手です。ここもシンカー、会長も本当に、素晴らしいボールを黒木さん投げてましたね。まあ、特に石川投手のこの、ね、投球を見たらね、エクスト三振取るのかなとかね、感じられるようなね、すごいピッチングだったんですよね。1回2三振、2回も3奪三振と、2回まで5奪三振という0対0の立ち上がりの両者でした。ゲーム4回に動きます。ランナー1人を置いて、このところ好調の岡島がこの一振り、右中間を破ってこれが三塁打になります。一気に浅村がホームを陥れて先制はイーグルス。しかしこの1点で石川投手も止めました。1対0イーグルスがリード。そして満塁としました。5回です。浅村 2&2 名勝負という感じだったんですが、直球見張ってましたね。前ですよね。やっぱり早い球に対してはね、ツーストライクアプローチで反対方向へとね、通り粘って粘って右方向へ2点タイムリー、3対0。そして島内のこの当たりです。切れなかったですね。上からこうバットのヘッドがこう寝ずに、ね、立った状態で切ってますんでね。これが大きな3点のスリーラン、6対0とイーグルスが5回の表5点を取ります。さあ、リードを取った涌井です。5回1回の先頭藤岡をショートゴロ。ここは難しい、まあ、水分を含んだコンディションの中、内野陣も両チーム必死の守り。さらには2アウトを取って佐藤もセカンドゴロに打ち取って、涌井勝利投手の権利を得ましたが、これでゲーム成立で史上47人目2500投球回を達成しました。さあ、その涌井を攻略したいロッテです。6回1回の先頭荻野のこの当たり、今日は初回にツーベースも打っていましたが、これが2安打目、バッティング好調です。さらにランナーがもう一人溜まって、中村もヒットを打って、バッターは安田、弾きます。これが結果内野安打、タイムリーヒットになって、安田選手打点をさらに1伸ばしまして、パ・リーグ単独トップ33打点。そしてレアード、6対1からこの一発、5月はいいですね。レアードやりますね。まだまだいきそうですか。いますいます、はい。第9号のスリーランで6対4、ゲームが分からなくなりました。宗鶴選手が召し上がりました。しかし7回変わった川村、まあ、ロッテは石川が5回を投げて、6回は小野が三者凡退、7回に上がったんですが、その川村を攻めていく三塁から、やはりここも岡島、追い込まれながらも逆方向へ、7対4とまたリードを広げます。さらに2人ランナー残した中で、内田は右打ちでライタイムリーヒット、8対4。イーグルスも差を詰められたらすぐ突き放すという流れで、また4点差と広げます。ただロッテも7回の裏、ブセリッツからノーアウト満塁のチャンスを作って、キャプテンの中村、三遊間を見事に破りました。まあ、反撃というところですけどね。そうですね。ここでね、あの石井監督の決断早かったですね。これで2点を取って8対6としたところで、まだノーアウトで安楽を持ってきて、その安楽がロッテ打線を3人抑えるんです、はい。で、8回佐々木投手がマウンドに上がって、ただ満塁のピンチ、ここで島内、打たせた、打ち取った、バックホーム、しかしそれてしまうんです。痛恨のエラー、藤岡、2人が帰って10対6。豊岡投手どうしたか、今シーズン最初のエラーが失点に結びついて、で岡島、これも打ち取った、セカンドゴロ、中村翔吾のバックホームもまた逸れてしまうんです。ちょっとこの回は守りのミスで3点を失うケース。佐々木千早は自責はゼロだったんですが、3失点。ロッテは8回の裏、今度は満塁のチャンスをまた作るんですが、ソンチャーホー、先ほど送球ミスがあった中村、ここはショートフライ。
の流れを摘み取ります。そして9回はロッテ土井投手がマウンドに上がるんですが、ランナーを1人置いて2番の鈴木大地、風は 10m を超えていましたが、むしろその風に乗せたという第1号のツーランホームランが出て勝負あり、13対6。3連戦の初戦は東北楽天ゴールデンイーグルスがものにしたゲームとなりました。ということで